フリードリヒシュレーダー・ゾンネンシュターン・フリードリヒシュレーダー・ゾンネンシュターンはドイツの画家、東プロイセンのティルジット生まれ、本名フリードリヒシュレーダー、色鉛筆でシュルレアリスムの絵を描いたアウトサイダーアートの作家、ゾンネンシュターンとはドイツ語の太陽と星からなり、自らをガツの星の画家と称した。 郵便配達府の父と、後に教師した母の間の13人兄弟の一人として誕生した。幼い頃から行動が奇抜で底が悪く、感慨への入り出を繰り返した。10代の頃美術学校に入学するも退学処分となる。1915年、第一次大戦時に兵役駅に着くが、自ら精神錯乱者と軍医に訴え、診断の上除隊処分となり、 精神病院に入院。1918年に精神病院を脱走するが数週間後に捕まり、富士として終身拘束を言い渡される。後に御社で退院。28歳でベルリンに渡り、先制術試験時期治療師として事務所を開く。1930年に薬剤法違反、詐欺的医療行為、医薬品偽造の罪で6週間の禁錮刑を、 宣告され、さらに精神病院に強制入院となる。そこで同じく入院していた画家の勧めで、色鉛筆で絵を描くことを始めた。作品がアンドレ・ブルトンの目に留まるなどして、60歳を過ぎた頃に画家としての名声を博すが、本人はそれを恨みに思う胸の文章を残し、1982年にベルリンでボス。螺旋や渦巻きやハートが多用され、 蛇をはじめ生物や身体部位が歪な形で、シンメトリーを持って描かれている、幻想的で、エロティックな画風は、滝口修造や渋沢達彦らを魅了した。題名には、道徳的という言葉がたびたび付けられている。ありがとうございます。